なやっぱり畑、自然、作物、空、なんていうのかな、本当の自分に戻れる気がする。帯広からちょっと車を走らせた、帯広からちょっと車を走らせた、帯広からちょっと車を走らせただけでこんなところに来られるんだ。すごいな自然って。あら古谷さん、どうしたんですか藤原さん。僕はトウキビ食べたいなと思ってトウキビ食ってたんですよ。それどこで取れるんですか。うちの畑で今トウキビ食ってまして。僕も食べたいな。ぜひぜひ。その辺からもいでいいです。もいでいいんですか。はい。あ、これがいいかな。い、生でガブッといって大丈夫なんで。生でガブリエルですよね。わお、このヒゲもまたみずみずしくて、何をおっしゃるヒゲダンディズムって感じですけどね。いただきます。甘いし滴りますね。すごい、おいしい。じゃあせっかく藤原さんとお会いできたんで、この北高さんのいろんなところを今日は案内してくれますか。はい、ぜひちょっといろんな施設ありますのでご紹介しますね。はい。いろんな作物を育ててて、はい、野菜だけじゃなくて、そうなんです、フルーツもあります。ここはブドウと、ブルーベリーと、マスカットの、ハウスになります。愛してマスカット。この辺はでもちょうどいい色になって、いけますか。ぜひぜひガブリといっちゃってください。ガブリとガブリエル、皮もうまい。あのね、酸味と甘みがやっぱり新鮮なのは、あのえぐみとか苦みだとかっていうのはこのなってる時には多分ないんですよね、うん、どんな作物もだんだんと出てくる。じいちゃんばあちゃんのシワみたいなもん苦み渋みられそうだ。だからあの果肉はすごい甘みがジューシーで、はい、で皮はすごい酸味があって、ね、ありますね皮の周りに。こっちの山ぶどう系もワインとかジュース用の品種ですけど、へえ、結構糖度がいってるんで、うん、なんていう品種なんですか。これセイベルです。ああ、あの有名な、あの有名なセイベル。じゃあすいません、クリアさん、ここがうちの花見話になりますので、ぜひ見ていってください。はい、よろしくお願いします。まあ、このマルシェには、はい、大体町内の農家さんが30軒ぐらい集まってくれてるんですけども、はい、今のおすすめはこういった甘いトマトですね。名前がフラガールっていうんですけど、これケースがハートですね。そうなんですよ、かわいいケースで、あとはこういうこれ丸ですとか、はい、あと人気はプチプヨってすごいプユッとした甘いトマトがあったりとか、本当に今いろんな種類があってすごく人気なんです。本当に季節ごとにこういった取り揃えだとかっていうのは変わっていくような感じ。そうですね。あとやっぱり北海道定番のトウモロコシも大人気ですし、あとはここから先はこういったコーヒーですねに変わっていく。センスを感じますよね。食材とそれから調味料がこうセットになって、ね、はい、販売されているっていうのと、こういうのもね活躍するんですよ。なんだかんだでも醤油はうちも使えますし、これ一番おすすめの天然かつお醤油、甘みがあってあんまり塩辛くない減塩醤油なので、なるほど。でこちらは100均コーナーもあります。そうです、野菜の100均コーナーですね。
品とはいえ新鮮なちゃんとしたいいお野菜なので、結構ピーマンですね。はい、変わったのでしたら子供ピーマン、子供ピーマン、はい、苦くないピーマンですとか、シシピーですね、シシトウとピーマンの掛け合わせ、はい、があったりですとか、結構ですね品目もいろいろあるので。で、何ですかこれは。これ新しい品種ですね、レベリオっていう。日本のトマトって生で食べて甘いっていうのが人気なんですけど、はい、ヨーロッパ系のトマトなんで加熱して加工することによってコクが出るトマトなんですね。コク、はい、レベリオ、なんか強いあのロボットみたいなのですけれども ね、 そうですね、こういう綺麗な袋に入ってかっこいいレベリオ、レベリオ、レベリオ、ホナイマルシェ、まあ本当にドガーンとたくさん量があるわけではなくて、いろんな種類がこうね、ちっちゃいんですけれども随時補充されていく。そうですね、新鮮なものが毎日入ってくるので、毎日できればで、また新しく明日の朝を迎えたい、そういうコンセプトでやります。やりました。いろんな説明を書かれておりますので、皆さんそれじっくり読んで、そしてわからないことがあったら店員さんに聞いて、はい、ぜひどんどん聞いてください。はい、ホナミマルシェでした。皆さん、ここでは先ほど見ていただいた野菜を召し上がっていただくことができるレストランなんです、はい、いや、おしゃれですよね。なんか治安のいい大都市みたいなその意味は何か景観が素晴らしい。どんなメニューが、一番のおすすめは、はい、野菜をたくさん使ったかき揚げ定食ですね。ああ、いいですね。大きめ使ったりですとか、季節の野菜に合わせてかき揚げを作っているので、食べに来るたびに中身が違ったり、そんな感じになると思います。なるほど、贅沢ですよね。いや、本当ね、何度も言いますけど、素材を生かすのがやっぱり美味しいと思うんですよ。その中で天ぷらだとかっていうのはもう最高に美味しいです。おそば、デスティネーションとかちの佐藤光です。古谷さん、こんにちは。こんにちは。今日はスノーピークのギアでキッチンをご用意しましたので、またまたぜひお好きなようにお使いください。デスティネーションとかちのショップがですね、とかち村の中にオープンしましたけれども、皆さん素晴らしい商品ばかりです。だから光さんの話は聞かない方がいいですもうね、もう後戻りできなくなりますよ。はい、素晴らしい商品。光さん、おすすめは何ですか。まずこのフライパンと、はい、あとはこの包丁まな板ですね。この包丁まな板もこうなるわけですよね。そうです、パタンとなるわけです。素敵なね、素材ですよこれ。もうね、この持った瞬間にもう切れる。普通の包丁は長州力です。切れてないです。オラソンなら切れてないです。そうで、切れるよバカ野郎みたいな、こんな、すみません。本当にね、このスノーピークのアウトドアキッチンの下で料理頑張りたいと思います。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。OK。
筋取った方がいいんですけど、筋を取らずに食べてれば筋は気にならなくなります。で、筋を取るのがめんどくさいので、お店は取るでしょうけど、それが気にしないっていうのが大事かなと思います。スノーピークのアウトドアキッチンイン北欧農林、料理ができました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや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 。まああの作ってるところね、見ていただいてるんで、いやまずいとは言えないと思うんですけど、はい。1、2、3、4、一応5品ね、作りました。じゃあまあメインのパスタからいただきますか。はい、いただきます。ラクレットチーズと、ね、加熱用トマトを大胆に使った、そしてベーコンですね。ちゃんとトマトのコクとチーズが合ってますね。うん、美味しい。美味しいですか？美味しい。めちゃくちゃうまいですね。もうちょっと塩コショウ。ピクルスうまいですよ。ピクルス僕は酸っぱすぎなくて好きですね。ピクルス甘みがあって、ああトマト甘いっすね。ちゃんと加熱してもらったので味が浸ってます。ピクルスもあのピクルス自体がもう普通に食べられるので、もうこれつけて2日目ですけど、もう全然それでもうささっと食べて、うん、でまた新しいあの野菜をつけて、うん、あのオナイマルシェさんにもありましたけど、ごぼうの細いところって料理するのに逆になんていうのかな、使いにくいところがあると思うんですけど、あの煮物とかやるときにはだそこも短く切って酢の中にボトンで入れておけばごぼうの美味しいピクルスができるんで、あのぜひ試してください。シシトウと砂肝、これ最後にあの三条漬けの醤油で、うん、美味しい。ピリッときますね。これあの美味しくなりますね。これ間違いないですね。北欧産の子供ピーマン、あ、これシシトウとピーマンのシシピー、はい、そうです。で、いろんなピーマン、それからこれシシトウガラシとあのピーマンのハイブリッドみたいな野菜ですけど、本当にいいとこ取りで苦くないし、子供たちも食べてくれるんじゃないかなと。で、子供たちに食べさせる場合にはあの経験則上砂肝を多くするとあのより食べてくれるんじゃないかなと思います。まあシシトウがね苦手な子は最後にシシトウだけ残して一気に食べるっていうのもあるかもしれないですけど、全然苦くないんで多分大丈夫なんじゃないかなと思います。じゃあピザいきますか。はい、ちょっと冷めちゃいましたけれども、うん、はい、ちょっと手がバッといっちゃった。はい、はい、ありがとうございます。餃子の皮にピザソースを塗って、さっきのあの子供ピーマンのスライスと、それから普通のとろけるチーズですね。で今回は贅沢に江戸屋さんのあの
サラミを使っています。それに、南蛮をちょっとアクセントに、まあ、ちょっとね、最初に作ったんで冷めちゃいましたけども、食べても美味しい、パリパリ感美味しいですか。ちゃんとピザっすちゃんとピザっすちゃんとピザ美味しい。はい、はい、ということで、栗山正弘のアウトドアクッキング、in 北欧農林で、スノーピークさんのねこのアウトドアキッチンを使ってのクッキングタイムでしたけれども、いや、このうちの野菜使ってますが、こんな風におしゃれでこのただの農場でこんな風にやってもらえると思ってなかったので、嬉しいなっていう気持ちと、本当に申し訳ないっていう気持ちでいっぱいです、ね。平さんどうですか。そうですね、まあ、美味しい北欧農林さんの食材と、まあ、あと作り手のやっぱり腕、やっぱり、まあ、そこにさらにうちのちょっとギアの、いや、そうですよね、シチュエーションも相まって、まあ、すごい美味しい料理堪能させていただきました。ありがとうございました。ただ決定的に足りないものがあります。それはアルコールです、はい、今度は夜やりましょう。はい、コナミマルシェでは地方発送もやっております。ぜひよろしくお願いします。